SSKRadio.TV Sapporo Soundkeys Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio いよいよ札幌も雪が本格的に降り始めました ね、はい、ねついに来ましたねこの季節がいや本当ですね、はい、で降り始めなので道路もツルツルですし、うんはい、坂本先生運転がねいよいよできなくなる日が近づいてきましたね私は雪道は運転しないと決めてるので、はい、もうそろそろ引退ですねそうですね、はい、こっから2月いっぱい、うん、3月の途中までそうですねちょっと難しいかもしれませんね完全に雪が消えるまではい、はい、どうしますかバスでの通勤、うん、何かもういろいろプランを立てていますかいやなんかこう音楽聴きながら、はい、娘と一緒に大通り行こうとかっていつも向かうんですけど、はい、一応こう暇つぶしの道具は持っていこうかなと思ってます、はい、おやつとかああ、はい、いいですね楽しく行こうかなと、うん、はいなんかねいよいよ娘もねちょっとって言ってましたしねうんね昔は楽しんで歩いて一緒にバスとか乗るの楽しみだったんですけどうん、ね、最近はそろそろちょっとねもう物心ついて分かってきましたね、うん、めんどくさいっていうのが分かってきたみたいでうんちょっと何かね、はい、用意しましょうはいはい国語専門塾美学のこの番組は国語専門塾美学手島理科テクニカル TI 以上各社の提供で北海道札幌市 SSK ラジオ .TV エジソンスタジオからお送りしますも始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト番組 MC を務めます私伊藤と坂本ですよろしくお願いしますこの番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です番組ではお便りを募集していますメール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたしますはい今日のラインナップですはい私たちのフリートーク、はい、2人でシャウト、はい、で塾生の作品を紹介する作品シャウト、はい、その2本でお送りしますはい、はい、今日もね短歌の発表もありますし、うんね、楽しみですねはい、はい、楽しみにしていてください、専門塾美学の放課後シャウト僕と一緒に科学しませんか札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手島理科手島理科では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております詳しくは公式 Facebook ページ手島理科まで理想的な音作りを実現するテクニカル TI CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します新しい時代の新しい音をあなたの耳にテクニカル TI はじめましてこんにちはこんばんはキムハルこと木村遥ですはじめましてこんにちはこんばんはミクチンこと木村ミクですダブル木村のマイペースラジオが水曜日にお引越しいたします毎月第4水曜日 SSK ラジオ .TV にて配信水曜日でもゆるゆるトークをぶちかまします公式 LINE も要チェックお楽しみに
なたの国語力を磨く。国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSKラジオ内では、塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。詳しくは、国語専門塾磨くで検索。国語専門塾磨く、放課後シャウト。全然違うよね。ハズレだよね、それは。ハズレってひどいの。二人でシャウト。はい、パーソナリティの私伊藤と坂本が楽しいトークをお届けするコーナー、二人でシャウト。毎回設定するトークテーマをもとにお話の方をしていきます、はい、今回もリスナーのね、皆さんからトークテーマが届いておりますが、はい、はい、その中でそうです、今日は大通り校の M 君から、はいはい、もらったテーマなんですけれども、はい、好きな YouTuber、はい、とか TikTok のチャンネルはありますかということです、はい、なるほどですね、はい、いや、TikTok やります？やりません全然ねえ、はい、私も TikTok をやりませんので。そうなんですよ。そもそもね、はい、SNS があまり私はそんなに好きではないので、うんうんうん、ね、そういうものとかあまりね、インスタとかも全く見ないんですけど。そうですね、ちょっとこうそれテーマもらった時どうしようかなと思うくらい、はい、で私ももう午前中とかびっしり仕事してるので、うん、はい、で仕事するとこう音楽かけながらとかできないんですよ、私ながらって。あ、もう集中しちゃうので、はい、その世界に入っちゃうので、うんうん、だから YouTube とか見る暇が全くなくて、はい、ただ休みの日とか、はい、ちょっとだけもし見るとするならば、うんうん、皆さんご存知か分からないんですけど、すずしん工房さんって分かりますか皆さん。渋いですね、はい、アウトドアじゃないですよねあれ。まあ一応本人はサバイバルという形でね、なんか私は石が好きなんですよ、はい、だからその石、北海道のどこでこう石を見つけることができるかとか、はい、で植物とかもすごい好きなので、はい、そういう情報をくれるっていう方なんで、はい、はい、あとは私動物、はい、動画をよく見るから、寝る前とか。そうですね、うん、なんか私は例えばピオのカエルチャンネルってあるんですけど、はい、カエルを飼ってるお家がいて、はい、でその本当に可愛いんですよカエルが、うん、で一般にそこの辺にいるカエルとちょっと違う、飼われてるカエル、はい、うん、なんか本当にこうカエルってあんなに人に懐くんだっていう、うんうん、なんかこう見てるとすっごい癒されて、はい、だからそのカエル そのピオのカエルと、はい、チャンネルと柴犬ロックっていう、はい、そのいつも見てる、いつも娘にもまた見てんのって言われるんですけど、うんうん、本当に隙間時間にちょっとした時に更新の通知が来るじゃないですか、詳しくないけど、はい、で登録してると、うんうん、でその来たら新しい新作とかを見て、はい、癒されてる感じですね。なるほどですね、うんうんうん、まあらしいといえばらしいですよね、はい、もう爬虫類とかね。そうですね、大好きなので生き物、うん、植物が好きなので、はい、その系の YouTube を、うん、まあ、あえて見るとするならば、はい、伊藤先生は。僕はね、もう実は仕事の BGM 代わりにもう YouTube をそのまま垂れ流して、うん、はい、仕事をしたりしていますので、一応その中で YouTube 何点かで、一つは、はい、まあ、いろんなところに行くのが好きで、人がね、なかなか行かないようなところとか、古いものとか、うんうん、ちょっとどっかの奥に入っていくようなね、なんかそういうのが好きで、ゾンさんっていう方がいらっしゃって、はい、はい、廃道とか隋道とか、うんうん、はい、旧道とかいろんなものをね、皆さんに紹介するチャンネルがあるんですけど、うんうん、北海道のってことですよね。そうです、それは。だからもうそれを見ながら、はい、ああここは行ったぞとか、ここを、あ、この道入っていけるんだとか、ここ行くとこんなものがあるんだっていうのを、うん、すごくその僕は興味があって、うん、で実際にもしね、ちょっと家族を一緒に犠牲にするわけにはいかないので難しいですけども、うん、一人だったら多分ね、ちょっと行ってみようかなと思って、本当に行っちゃいそうな、うん、はい、そういうも場所を探してへえと思いながら、うん、はい、聞いたり見たりしている番組があるのと、はい、あと
最近ですとやっぱりファイターズが好きな関係で、うん、はい、野球絡みのチャンネルを見ることが結構あります。あ、この時期だとトレードとかね、うんうんうん、はい、あのいろいろドラフトとかもありましたし、うん、どんな感じなんだろうっていうのをいろんな人の有識者の意見とかをね、うんうん、はい、聞きながら、ああこうだったのねと、はい、新しい情報をなるべく早く入れたいなと思いながら聞いていますね。なるほど、はい、そう、私たちって1階と2階で仕事してるんですよ、はい、私が2階で、はい、伊藤先生が1階、はい、でこう物取りに行ったりとかして1階に行くといつも YouTube 見てるよね、はい、仕事してんのかなってちょっと思うんだけど仕事はしながら見てる。あの、はい、私はのながらができてしまう人間なので。そうなんだ。そうなんです、これも子供の頃からなので、うん、だから普通にあのかけながらもう集中しちゃうと本当に音しか入ってこないので、うんうん、画面は一切見てないんですけど、はい、もうあのそういう感じでかけて同時に情報を入れたりしながら。そのゾンヌさん、ゾンヌさん、うん、は私もやっぱり面白くて、うん、いね、たまに一緒に来た時に、ね、私も見てますよね、古いものとか札幌の例えばここに昔はこれがあったとか、はい、たぬき工事の昔はこうだったとか、うんうんうん、でそういうのすごい好きなのでそういう本すぐ買っちゃうんですよ、はい、古い今の今と昔札幌みたいな。あ、分かりますね、うん、だからでも街中は好きだけどその田舎道が多いでしょ、うん、なんかもう道、私地理があまり得意じゃないから、うん、そう、だからそのあと熊怖くない？ あの中とか入ってって熊出てきたらどうしようとか。いやもうね、鈴新さんもそうですけど、うん、あのゾノさんも熊には異常にやっぱり警戒をして、うんうん、まあそれでも入っていくからすごいんですけどね。うん、うん、今年は特に、いや多かったですね。もうね、ちょっとした脇道入ろうって気にならないよね。うん、いや相当でもあのやっぱり対策をしながら、うんうん、そしてやっぱりすごくビクビクしながら実際やって。あのいるのをあの見ているので、うん、本当に危ないんだろうなと、うんうんうん、そこはやっぱりね、あの皆さんも簡単に真似するのではなくて、うん、本当にきちんと備えがあって、あ、じゃあちょっと行ってみようとかっていうふうにしないと、うんうん、あの犠牲になりますんで、ね、そうね、危ないですから、うん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 、そう、なんか楽しいチャンネルがあったら ね、 そうですね、教えてもらいたいくらいですよね、うん、こう、あとね、僕ね、うん、もう一つ YouTube の使い道があって、うんうん、あのモノマネを強要されるじゃないですか。もう渋々ですよ、うん、YouTube でネタ探しですよ。モノマネの YouTube があるってこと？いやいや、モノマネのっていうか、例えばその本人指定されるじゃないですか、うん、その人のいろいろ動画を見漁って、あの何がいいのか、うんうんうん、だから前回ですとね、あの渡里哲也さんって言われて、うん、渡里哲也さんの動画を何度も見るわけですよ。うん、うんうん、あの変な気持ちになりますよ。下でずっとね、もう仕事しながらマグロマグロマグロってずっとかかってるわけですよ。よく仕事できるね、それで。本当にすごいね。いやだってもうやらない、知るよねそれ。いや、やらないといけないんで、うん、ね、もうだってプライベートで休んでる時にマグロって言いたくないじゃない。じゃあ仕事として割り切ってやるしかもうないので、うん、はい、はい、そこはもうね、そういう風に利用しています、はい、参考になったでしょうか。はい、ではあのまたね、こういうトークテーマで話をしてほしいというね、トークテーマがありましたら、ご希望がありましたら、ぜひあのお寄せください。メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目1-9第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。お知らせを挟んで続いては作品シャウトのコーナーです。国語専門塾美学の放課後シャウト。僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。理想的な音作りを実現するテクニカル TI CD 制作から機材調整まで、さまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音を、あなたの耳にテクニカル TI。 はじめまして、
こんにちは、こんばんは。キムハルこと木村遥です。はじめまして、こんにちは、こんばんは。ミクチンこと木村ミクです。ダブル木村のマイペースラジオが水曜日にお引越しいたします。毎月第4水曜日 sskradio.tv にて配信。水曜日でもゆるゆるトークをぶちかまします。公式 LINE も要チェック。お楽しみに。あなたの国語力を磨く国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組、放課後シャウトも放送中。詳しくは国語専門塾磨くで検索。国語専門塾磨くの放課後シャウト。作品シャウト。このコーナーでは国語専門塾磨くの生徒が作った作品を紹介しておりますが、今回は前回に引き続き、磨く塾の塾生が応募した第18回北海道小中高生短歌コンテストの作品をお送りいたします。今回はね、佳作以上に選出された作品10首を佳作、優秀賞、特別賞の順番、歌人会賞、文化鑑賞、文学鑑賞、北海道教育委員会委員長賞という形で5つに分けてお送りいたします。まずは佳作の4作品からお聞きください。小学3年福島慶人です。なりきるぞ、ジップラインでかっこよく、ウルトラマンだ、背中に夕日。小学6年江口光生です。化石掘り、ハンマー片手にホベツザワ、とうとう見つけたイノセラムスよ。高校1年五十嵐美優です。過酷なり、夏合宿のダッシュ練、仲間の涙のフォローもできぬ。高校1年村上和成です。夏の午後、日陰でめくる文庫本、暑さも時も忘れて吹ける。はい、はい、4作品ね、はい、聞いていただきましたけども、ね、今回の、はい、はい、まずどうですかね。まずは福島慶人、なりきるぞ、ジップラインでかっこよく、はい、ウルトラマンだ、背中に夕日、うん、読み方可愛かったですね。ウルトラマンだ。いいですね。そう、ジップラインって、あの恵庭にあるジップラインだったみたいで、はい、はい、なんかフォレスト、ああ一回行きました、ね、はい、でそこで、あの実際の経験を歌にしたみたいなんですよ、うんうんうん、はい、で本当にウルトラマンみたいな、かあの格好で降りるとか、ジップラインであるのかって思ってこう調べたら、うん、本当にこうムササビみたいな形になって、はいはい、両手両足を開いて、うんうん、こう降りてくる人も見ていて、はい、うん、で多分その様子をウルトラマンに例えたんだと思うんですよね。いいですね、はい、これはなんかこう題材の勝利というか、うんうんうん、でそのね、ウルトラマンもキャッチーですからね、本当にね、そう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 、うん、でイメージもできますよね。そうですね、多分夕方だったんだろうなとか、うん、楽しかったんだろうなっていう、はい、ちょうどウルトラマンがね、うん、あの戦って帰る時もよくね、夕日だったりすることが多いので、そうそうそう、はい、あといいところですね、はい、江口光生くんの化石掘り、ハンマー片手にホベツザワ、はい、とうとう見つけたイノセラムスよ、はい、っていうのは、あのホベツザワってムカワ町のホベツ、はい、うんうん、そこの沢のことを指してるみたいで、そこでそのイノセラムスを発見したと、化石を発見したと、はい、うんうん、でこの光生くんって、化石が好きで、はい、よくいろんなところに、うん、見つけに行くみたいなんですけど、うん、その中生代の二枚貝なんですよね、イノセラムスって、はい、それを発見した時の感動を読んだ歌です。なんかね、はい、いいですね、この小学生ね、うんうん、2人それぞれ、あの普段のそのプライベートな、ね、はい、ところでこんなことやってるんだっていうのがね、うん、またすごく伝わる短歌でしたね、はい、はい、で今回高校生の受賞とかも結構多かったですね。いや、これ良かったですね、はい、本当に。でそれで五十嵐美優ちゃん、はい、過酷なり、うん、夏合宿のダッシュ練、はい、仲間の涙のフォローもできぬっていう、はい、これもね、
これ一緒にね、はい、どうだったっていう話をしていく中で出てきた内容なんですけど、うんうん、やっぱり普段の練習と違ってこの夏合宿がね本当に大変だったらしいんですよ、うん、でせっかくねそういうすごく感じる内容がものがあったので、はい、じゃあぜひこれを歌にしようということでできた歌ではありますね、うん、あれみゆちゃんって何部でしたっけ。今バレー部です。あ、バレー部か、うん、あ、バレー部の夏合宿がもう過酷だったということで。そうなんです、うん、でな仲間が泣いちゃったということ辛くて、はい、だけどそれをもうそれぐらい大変だったって言ってました、うん、それをこう気にかけてあげて大丈夫ってフォローもできないくらい大変だったという。もう本人も辛かった大変だったということですね、うん、なるほど、はい、あとその和成くん、村上和成くんの夏の午後、はい、うん、日陰でめくる文庫本、うん、暑さも時も忘れて吹ける、うん、いいですねこれもね、うん、これも夏の今年暑かったじゃないですか、はい、暑いのに外で夏の午後に、うん、本を読むという、うん、この状況もなかなかあまりないですよね。家の中で涼しい部屋の中で、うん、そのクーラー効いたところで本を読むだったらまだしも、うん、この子は夏の午後に日陰でめくる、だから多分その木のところとかどこか外で、うん、本を読んでるという。いやでもなんかいいですね、おしゃれですね、うんうん、で暑さも時も、暑さは掛け言葉ですよね、はい、二重の意味で、うん、本の暑さ、うんうん、熱い本を多分読んでて、あと暑さ、いいですね、夏の暑さと2つ掛けられていると、うんうん、っていうことで一応その佳作4作品、はいはい、そんな感じですね、はいはい、では続いて優秀賞の作品もお聞きください、はい、小学2年富樫流星です。カナヘビやクワガタトカゲとお散歩だ。たくさんできた夏の友達。小学3年生板垣たまみです。柔らかいバッタのお腹触れてみる。元気いっぱい夏空跳ねる。ね、生き物、どっちも生き物、2作品、はい、ね、これもね小学生らしいですよね、はい、生き物っていう題材もね、うん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 、板垣たまみちゃんの柔らかいバッタのお腹触れてみる、はい、元気いっぱい夏空跳ねる、はい、でこう私バッタ苦手なんですけどすっごい、いや、生き物は好きなんですけど、ね、うん、僕も無理ですよ、ね、バッタは特に緑のバッタが苦手で、でも、はい、多分この歌緑のバッタだと思うんですよ、はい、なんとなく殿様バッタみたいな感じなのかな、そうでその緑のバッタと夏空はきっと青空で、うんうん、その緑と青のコントラスト対比、うんうん、それが効果的に働いてるかなと思いました。そうですね、なんかすごく生き生きとした感じもね、はい、そうそうそう、当然伝わってくるので、生命力あふれる歌だったと思います、うん、カナヘビはどうですか、富樫流星くんの。いやこれね、うん、もう本当に小学生のその夏どこかに行った時にね、うんうんうん、カナヘビとかだから基本的に家の周りではなくて多分どこか公園であったり、うんうん、森とかに行った時のお話ですよ ね、 ね、うん、でカナヘビ、クワガタ、トカゲいいですよね。これ坂本先生もね、うん、ちょうどカナヘビも含めて、はい、爬虫類とか好きですから、うんうん、そうですね、うん、お友達になれますね。お友達になれますね、うん、この2年生が読む歌だからきっとまた評価されたのかなと思います、うん、そうですね、でこう言葉の羅列、カナヘビ、クワガタ、トカゲって、うん、結構よくあるパターンではあるんですけど、うん、それでもその中でもきっとその夏の友達とそれを言っているところが、そうですね、うん、そしてあとやっぱりこの生き物と散歩をするっていうね、うんうんうん、またここもねすごく絵的に良かったんじゃないかなと、ね、ファンタジーの世界ですね、うん、思っています、うん、はい、うん、さあそれではいよいよ特別賞受賞作品の紹介に入ります。まずは歌人会賞の作品です。中学3年石井彩奈です。増していく日焼けの後と思い出とほのかな不安、中3の夏。はい、ここから特別賞なので、うん、はい、もうトップの賞ですよね。そうですね、はい、全4作品が、はい、多分特別賞受賞作品だと思うんですけど、うん、その中のうちの3作品が未学生の作品ということで、すごいことですね、はい、でその一つの歌人会賞、はい、増していく日焼けの後と思い出と、うん、ほのかな不安、中3の夏。これねやっぱりね中3生らしい、うんうん、もう本当に
その時だから読める内容ではありますよね。そうですね、うん、こうもう遊んでたくさん夏休みも遊んだんでしょうね、うん、遊んで日焼けの跡が増えていくと思い出も増えていく、うんうん、でもちょっとどこかに私受験生なんだけどなっていう不安、うんうんうん、大丈夫かな間に合うかなっていう不安がありましたよっていう、うん、その時の心情を読んだっていう歌なんですけど、これだから見た目の部分と心情と両方ちゃんとね、両方の面が分かる内容になっているのもとてもいいですよね。でもメインはこう日焼けとか思い出とか遊ぶ方、うん、思い出作りの方が彼女にとってはメインで、でしょうね。そう、そしてちょっとだけでほのかなっていう、増していくとほのかなのこの対比も、うん、そう、普通だったら 中3の夏だったら結構頑張りますよね、みんな受験生。そうですね、うん、勝負の夏ですよね、うん、だけど彼女にとっては思い出を作ることの方が多分大切だと、うんうん、そっちに価値を、はい、見出してっていう、それもこの石井彩奈ちゃんらしいなと思って知ってるだけに、うんうん、はい、あとはね少しと言わずねほのかなっていうところもね、うんうん、ちょっとあの中学生を意識させる感じで良かったんじゃないでしょうか、はいはい、それでは続きまして北海道立文学館賞の作品です。高校1年山本花凛です。太鼓の音、紅白の幕、ラムネ瓶、夕日を詰めて夏を飲み干す。はい、これもやっぱり洒落てますね、すごいね、うん、彼女は放送局の子なので滑舌もいいですよね、はい、そうですね、はい、太鼓の音、紅白の幕、うん、ラムネ瓶、うんうん、夕日を詰めて夏を飲み干す。なんかもう夏のお祭夕方のお祭り、そうそうそう、それをすべてラムネ瓶に凝縮し、うん、一気にね夏だと飲み干してる感じが素敵ですね。これも五感を刺激しますよね、うんうんうん、太鼓の音って言ってどんどんどんっていう音と、そうですね、耳、うん、紅白の幕、うん、矢倉かな、ね、かかってる紅白の幕があって、 そ、ね、はい、そしてそのラムネ瓶、ラムネを飲みながら、はい、で夕方に飲んでるもんだから夕日がその瓶に当たって、うん、で彼女に聞いたところで中にビー玉が入ってると、はい、それには、うんうん、このビー玉って丸いじゃないですか、はい、で夕日当たったらもう太陽そのものに見えると、その瓶の中にあるビー玉が、はい、でそれをこうグッと飲み干す、うんうん、でも夏の終わりに夏祭りって盆踊りってあるじゃないですか、はい、だからもうこれで夏も終わりだっていう、うん、その飲み干すっていうのがそっちにかかってて、うん、すごい素敵な歌だと思います。そうですね、はい、これはね実際にね、うん、審査された方も、うんうん、わなんかすごく夏を感じるなと思って、うん、はい、そこを汲み取ってもらって多分選んでくださったんじゃないかなと、そうですね、うん、いうふうに思いますね、はい、最後は北海道教育委員会教育長賞の作品です。小学3年道下愛理です。気持ちいい。ウサギの耳はふっかふか、たくさん撫でて手もほかほか。はい、はい、こちらがね多分一番上の賞になるんですかね。そうですね、きっと、はい、はい、でこれですね実際にアイリちゃん自身はウサギを飼ってはいないんです、うんうんうん、ただこれ、はい、いとこの家で飼っているウサギで、なるほど、はい、これをいとこの家に行った時に、うんうんうん、もう本当にウサギが可愛くて、うん、はい、撫でてねやっぱり可愛がってた時のやっぱり一つの思い出の話なんです、うん、なるほど、うん、なるほど。でこれねお母さんからも私やり取りをしていて LINE で、うんうん、やっぱりその時のことをね思い出しますねっていう風に書いてありましたんでなるほど、ね、すごく周りにいた人も見てあったあったと、うんうん、はい、いう風に感じる一場面のようです、はい、ふっかふかとほっかほかもそうですね、ここはもう響きもいいですよね。そうなんです、はい、ここはもうね当然ちょっとやっぱり上の学年だとまたちょっとこの雰囲気は変わってしまうんですけども、うんうんうん、今の愛理ちゃんの年でねやっぱり読むともうすごく可愛らしさ全開で、はい、はい、ふっかふかね、手もほっかほかいいですよね。そう、歌ってやっぱり遠景とかよりも、はい、ズームにして読むっていうのがいいよっていうふうに私は教えてて、うん、はい、だからこう広く漠然と読むんじゃなくて対象、はい、うんうん、じゃなくてもぐんと近づける、はい、その点でもうさぎはふっかふかだねって読むんじゃなくて、うん、うさぎの耳はって書いてますよねここ、はい、だから耳のところでこう撫でて触ってるっていう、うん、そこにこうズームしたっていうのが、
面白いかなと私は思いました、はい、でね感じたことがねふかふかだだけで終わってしまうんじゃなくてね、うん、あったかいそうそうねここのもう一つの、ね、そう、はい、感覚も入れてくれたところが五感もちゃんと使っててすごく大きいですよね、はい、うんとてもねいい作品だったと思いますはいはいで前回今回と紹介しました北海道小中高生短歌コンテストの作品展示が北海道立文学館で行われます、はい、で、日時ですけども2023年の12月9日土曜日、はい、から、24年次の年ですね1月14日の日曜日まであの展示が開催されておりますこれ実際に賞、はい、をもらった人、うんうんは直筆でそのまま書いたものが、はい、貼られていますの で, そうです、ねはいはい、ぜひね、書いたものを、ね、どんな感じだったのか書いてる時の、ね、ことも想像しながら見ていただけると大変嬉しいなと思います、はいはい、場所ですけども北海道立文学館のロビーになります文学館の方は、ね、9時半から、夕方5時17時まで開いておりますで観覧は無料ですので皆さんねぜひお近くに行きましたらぜひお寄りいただいて見ていただけたらというふうに思いますのではい、はい、よろしくお願いいたします。国語専門塾磨くの国語専門塾磨くの放課後シャウト僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。理想的な音作りを実現するテクニカル TI CD 制作から機材調整までさまざまなノウハウを生かした心地よい音作りを実現します。新しい時代の新しい音をあなたの耳にテクニカル TI。はじめまして、こんにちは、こんばんは、キムハルこと木村遥です。はじめまして、こんにちは、こんばんは、ミクチンこと木村ミクです。ダブル木村のマイペースラジオが水曜日にお引越しいたします。毎月第4水曜日 sskradio.tv にて配信。水曜日でもゆるゆるトークをぶちかまします。公式 LINE も要チェック。お楽しみに。あなたの国語力を磨く国語専門塾磨くでは作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。詳しくは国語専門塾磨くで検索。国語専門塾磨くの放課後シャウト。この番組は国語専門塾磨く、手締まり課、テクニカル TI以上各社の提供で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。はい、短歌をね、はい、最後まで無事紹介することができて、ね、よかったですね。はい、また来年もいい短歌をたくさん紹介できるように私たちも頑張りましょう、はい、そうですね、はい、まあ、本当に生徒の方もね、先生今回短歌の結果どうだったのとか、ね、すごく楽しみに作ってくれているので、賞、うんうん、に入った人もそうですし、今回はね入れなかった人も来年またそれを楽しみに、ね、そうそうそう、励みに頑張ってもらえたらいいですね、はい、はい、番組ではお便りを募集しています。メール shout@sskradio.tv メール shout@sskradio.tv郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目 1-9 第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。はい、次回の予告としては日本語シャウト、はい、はい、であと作品シャウト、まあ、2本でお送りします。はい、はい、
日本語シャウト、ね、作品シャウトはまたね、うん、実際に放送するときにね、どんな内容かっていうふうに ね、発表したいと思いますので、はい、はい、楽しみにしていてください、まはい、はい、次回の放送も楽しみにお待ちください、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。いかないもんですね。なんかスコーンと抜けちゃった、うん、いやそうなんですよね、はい、これね聞いてくださってる皆様は分からないかもしれませんけどね、私エンディングのところでね完全に頭が真っ白になりまして撮り直しと、はい、いう形で何でもないところでね、本当何でもないところで、ね、最後最後の一言それ言えばもう終わりというところでその一言が突然出てこないと、うん、なんでしょうねこれね、うん、まあ、そういうこともねたまにはあるよね。これやっぱり目の前にあるチョコレートが良くなかったそうチョコレートね気になって仕方なかったんですよね。そのスタジオの机の上にチョコレートの箱がありまして、はい、でそれ 突然私にくれたんでしょう伊藤先生がチョコレートを、うん、で今と思ってなんで今のタイミングでチョコレートを私にくれたのかなって、うん、この辺からねどうやら歯車が狂ったからね集中してないからだねきっとね。いやーどうなんでしょうね、集中だわきっと、集中っていうかねもうね なぜそこが言えないっていうね、そうあれかな、本当に真っ白になったんですよね。廊下かな、廊下、いやもうね老化と言われても仕方ないですよ、うん、自覚はしております。でも油断するとちょっと忘れちゃうことあるよね、うん、いやありますあります。もうね体育大会あったじゃないですか、うん、はい、でお父さんお母さんとちょっとねやっぱり話もしましたけど、やっぱりね皆さんやっぱりなかなか運動大変そうで、うんうんうん、やっぱり体の部分含めてねどうしてもね老いは感じるんですよ。そうですね、うん、仕方ないと思います、うん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 、はい、じゃあ今日はこの辺で。いやいや、まだまだ終わらないですよ。ちょっとエンディングの部分集中力が切れてしまったというところですけども、ちょっとこちらの方は集中していただきたいと思います。追いで締めるんじゃないの？はい、モノマネノックのコーナー。はい。ということで、今回前回からも予告しておりましたが、加山雄三さんのモノマネをということなんですが、ちょっとこれ私も少し反省しておりまして、モノマネあれですね。この方はセリフというよりは。やっぱ歌が多いんですね。そうなんですよ。先ほどね本編でもお話しましたけども、いろいろ YouTube でね何かネタはないかなと、もうそのこと自体がもう私はねもう本当に不満で仕方ないんですけどなんでね自ら率先してねネタ探しに行かなきゃいけないのかっていうねもうそれをやりつつで、いいのはねないんですよこれが、うん、本当に基本本当歌ばっかりで、あれでもあるじゃない加山雄三だったら、いやそれがあるんあるっていうか入れるじゃないですか、うん、当然検索かけてねいろいろ調べるんですけど、やっぱり昔の歌番組の映像だったりとか、うん、なかなかねやっぱり切り取りづらいものが多いんですよね、うん、まあ、サライとかにしてもねもうサライ歌ってんのばっかりですし、普通に例えば谷村新司さんとねフリートークしてるところ使っても何のことかさっぱりわかりませんし、うんうんうん、そうなんですよ。そういう意味では前回の方がねまだフレーズがはっきりしてたのでまだやりやすかったっていうね、うん、でもふざけない方がいい今回は、追悼とほら敬意を込めて、いやもうすごい言いますけど私毎回ふざけてないですからね、まあ、そもそもそっからおかしいんですよ。そうそうそう、ね、ちゃんとしっかりやろう、労力を仕事として使ってやって、うん、それでクオリティが低い時に練習が足りないとかねふざけているとかね集中力がないとか散々言われますけども、
私の時間を返してほしいと。もうね、私いつも常々そう思いながらね、もう渋々 YouTube をね、開けてるわけですよ。うん。まあ、ともかく。はい。まあ、私も時間もったいないので。そうですね、はい。ちょっと、行きましょう。行きたいと思います。はい。それでは。ちょっと待って、どこを使うか、ちょっと待ってくださいね。ちょっと10秒だけ。10秒しかないの？はい。ちょっとね、お時間もございます。このままだとちょっとお断りください。難しいですね。いいですよ。じゃあ行きましょう。あ、いいですか。はい、それでは、加山雄三さん、お願いします。はい、もうこれちょっと審議ですね。そうか。ダメじゃない？そうだよ。はい、今これは、僕ちょっと今、二つ悩んだんです。一個は、マジで歌っちゃった。そうそうそう。もう一つは、うん、あえて歌うことで全部ピーにしてやろうかって。いや、これで、でも、ネタがないから、これでやっちゃったらもうそのまま出すしかないですよね。これやっぱでも。え、でも著作権あるでしょ、うん、絶対に。ということは、これお蔵入り。あ、狙いましたね、この人ね。いや、だって、でもこれ言ってましたよね。だから本当に探しても出てこないんですよ。はい、じゃあ、あれはいいんですか、じゃあ幸せだなぁ。そうそうそう、それくらいでよかった。幸せだなのワンフレーズなら。うん、ワンフレーズはいいんですか、まあ、歌じゃないんで。うん、はい。幸せだなぁは、もう、ただのセリフなので。じゃあ、ちょっと最初の方は P 入れてもらって、幸せだなだけ残してください。わかりました。じゃあ、ちょっとそこだけで、うん、改めまして、加山雄三さん、お願いします。幸せだなぁ。でもさっきちょっと歌似てませんでした？いや、似てましたし、今のもう、今の幸せだなぁもかなり、お、雄三さんの、匂いは感じる。練習の後は見られたでしょ？はい。それを私 P で消されるんですよ。またいろんなね、ちょっとぼやきが出てきますけども。いや、もう。まあ、それは編集にお任せしますので。ですし、あとは実際歌聞きたい方はね、直接、伊藤先生の方に。歌わないですよ。意味がわかんないですよ。なぜ教室行って歌わなきゃいけないんですか。加山雄三さんって多分話しかけていただければ多分ね、歌っていただけるんじゃないかなというふうに思います。もう無視しますから。はい、では、次回のモノマネいきたいと思います。はい、次回はですね、ちょっと反省しました。はい、もうちょっとフレーズが分かりやすい方をということで、さかなクンさんにしたいと思います。はい、もう分かりやすいっていうか、もう一択ですよね。もう一択ですよね。うん、もうなので、こちら、ちょっと練習していただいて、磨きかけていただければと思いますので、よろしくお願いします。また動画探します。